皆さんこんにちは、ゼロです。さあ今日はウォーロンのレベル上げを紹介していきたいと思います。今回紹介するのは第2節の議決総営というところですね。まあここステージ2の始まったところなんですが、ここでできるレベル上げを紹介できたらなと思って動画にしました。それでは行ってみましょう。はいはい、到着しました。というわけで長領を倒した後の、次のスタート地点となります。はい、でここのステージなんかね、ちょっと自分のパソコンのスペックがちょっと低いせいか、ちょっとね重たいんだよね。まあ1650のグラフィックボードを積んでるんですけど、まあ所詮1650ってとこなんで、まあ、結構きついですね。重たい、カクカクしちゃってるね。はい、まあでもどうにかいけそうなんで録画しながら行きたいと思います。でここで一度クリアしておけば、まあ、超運が仲間になります。助太刀いたそう。はい、助太刀お願いします。まあ、実際超運いなくてもいいんですけど、まあいた方が、まあ、親密度も上がりますので、まあ、とりあえず呼んどきましょう。はい、で実際にストーリーを進めていくと、ここのイベントですね、まあ、ここドア閉まってますけど、はい、ここの3人を倒すと、ちょっと待った、だっちゃいっちゃい、あらちょここは行って、はい、倒すとドアが開いて、はい、でここでイベント発生ですね。で超運がやってくるっていうストーリーになってます。はい、で全員倒してくれて、でさらに奥に行きましょうっていう流れになりますね。まあここは次はこの門のところに一人敵がいますので、はい、こいつを倒していきます。まあ士気レベルがまあ0からなんでちょっときついですけど、初めはちょっと頑張って士気も上げつついきましょう。やばいやん、超運頑張って頑張ってタイミング全然合わんわ。はい、でここまっすぐ行かずに右から回った方が近いです。はい、でここ一人敵いますので、はい、ゆっくり近づいて、はい、一気に倒すと。はい、でここをジャンプで渡れますので、渡って旗を立てますと。はい、到着しました。でここがスタート地点となります。こんにちは。はい、でこっからレベルアップの、ルートを紹介していきたいなと思います。はい、それじゃあ行きましょうか。はい、じゃあ右側の崖の下に3人敵がいますので、この士気ランク3のやつを狙って一気に絶滅します。はい、そうすると残りの2人がびっくりして尻もひっつきますんで、その間にザクザク切っていきます。はい、そうするとノーダメージで倒せます。で次門のところに1人が立っていますので、こいつを絶脈で殺しに行くと。はい、ゆっくり近づいて、はい、サクリと行きます。はい、で右側のルートに行って崖の方を眺めている兵士を絶脈と。はい、まあ、このルートになります。でジャンプしてまた軍旗のところに戻って蘇生させると。はい、約1周40秒ぐらいですかね。で得られる経験値っていうのは、まあ、もちろん装備にもよりますが、まあ、今の状態ですと850かな、得ることができました。なので40秒で850なので、まあ、約1時間ぐらいやってると、まあ、76,500 ぐらいゲットできる計算になります。はい、まあ、そんなに難しいルートじゃないので、くる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 同じところを回る感じなので、非常に初心者の方でもリスクは少ないのかなと思います。はい、ここ落ちないでね、2段ジャンプでいきましょう。はい、でお参りして、はい、もう一周いきましょう。はい、狙うのは一番右の、はい、士気ランク3のやつを狙います。で尻もちつかせて残りのやつらをザクザク切っていくと。で自分の士気も今8なのでちょっと低いですよね。まあ、これが上がれば、まあ、もっともっと倒すの早くなりますので、まあ、今はねちょっとねゆっくり士気ランクも上げつつぐるぐるループするという感じで。はい、で
実際に絶脈するときもわざわざ止まらなくてもダッシュしながら、一気に絶脈に持っていくことも可能なので、まあ、そこはね、こうやってぐるぐる回りながら感覚を掴んでいってもらえたらなと思います。はい、右側を狙ってジャンプ、はい、刺してくで、尻もついたやつを切っていく。はい、こいつもまだ立ち上がってないので隙だらけ。はい、で次門の方に行ってそのままいく。でもし失敗しても、まあ、一気に倒せるぐらい、まあ、一発でいけるかどうかわかんないですけど、式ランク高ければ一発でいけます。はい、成功すればこうやって一気に絶脈に持ってきます。はい、40秒かかってないかもね。はい、お参りして、これのひたすらループをしてステージ2の始まりからレベルを上げる。まあ、もちろんステージ2のボス難なく倒せる方は全然こんなことしなくてもいいんですけど、まあ、前半でものすごく苦労して進めないやっていう人には、まあ、ここでもレベル上げできるよということで紹介したいなと思って今回動画にしております。はい、ぐるぐる回っていきましょう。はい、絶脈と失敗しましたね。はい、ジャンプ、2段ジャンプで蘇生、結構早いっしょこれ、ぐる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 。まあ、超運が全く役に立ってないのは事実なんですけどまあでも親密度が上がるのはまあいいことなんで、とりあえず置いといて間違いないですよ。うん、はい、で実際まあ時間レベル上げだけに着目せずに、まあ、アイテムも回収しっかりしていけば、まあ、いろいろと売れるアイテムね、レア度が低いですけども、まあ、そういった武器防具とかを、まあ後で販売売却ですねできますので、まあ、そういったのでここで素材集めもしておくのも OK なのかもしれませんね。はい、自分はここでぐる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 回り続けてたんで、実際にね、売却できる状態になった時には一気に30万円ぐらいまでだったかな、お金なので、お金には一切今のところ困ってないんですけど、はい、というわけで今回紹介したのは第2節の一番初めのところでレベル上げをするなら、まあ、ここがいいんじゃないかということで紹介させていただきました。はい、まあ、時間効率っていうよりも、まあ、リスクの方は少ないので、まあ、初心者の方でも、できるのかなと思いますので、ぜひ試してみてください。それではまた見てください。ゼロでした。バイバーイ。